トランクス、お願い、目を覚まして。俺は生まれ変わったんだよ、スフル人としてね。スフル人、まさかベビーに操られてるの？目障りの最悪、消えてしまえ。お、俺が相手なのか。参ったな。洗脳された俺からパンちゃんを守り通してください。あなた何者？ピッコロさんの子供？邪魔をするやつに一緒に死んでもらう。今新しい力を手に入れようとしています。その最後の一押しがパンちゃんの呼びかけが必要なんです。俺はパンちゃん、どうしてここに？正気に戻ったの、トランクス。油断しないで、これくらいじゃベビーの洗脳は解けないはずです。ちっ、騙されない。なんて卑怯な奴なんだ、あっちの俺で。邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがベビーです。サイヤ人ともに滅ぼされた俺の母性も復活した。これから他の星の生物もどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。ねえ、おじいちゃん。
た。僕頑張ってな。俺に任せてくれ。悟空、貴様、生きていたのか。今度の俺はちょっと強いぞ。やりました。悟空さんがスーパーサイヤ人4になって帰ってきました。あとはベビーを倒すだけですよ。サイヤ人など一人残さず生かしてはおかん。決戦も決戦、超最終決戦といこうじゃねえか。いいぞ、今度こそ本当にお前を殺して終わりにしてやる。
サイヤ人に滅ぼされた。プラカラ、地球のみんなを巻き込むことねえだろう。地球、うん、そんな連中どうなろうとしたことか。ずいぶん自分勝手な野郎だな。許さねえぞ。そうだ、それでいい。それでこそ俺の弟子だ。まずい。ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれて、ありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあな。お帰りなさい。お疲れ様でした。ベビーを追い詰めたところでは、次の巻物は、また俺が調べておきます。ええ、そろそろ慣れてきましたよ。人って、こうして成長していくんですね。